はい、どうも、アチロスです。今回はですね、とある勲章を取りに行こうかなと思います。この勲章めんどくさいんじゃね?みたいな感じで放置してた勲章があったんですが、その勲章が割とサクッと取れそうで、しかも皆さん案外死ななそうだなって感じだったので、今回動画にしようかなと思います。今回ゲットを目指す勲章はですね、両具生物の大絵皿ってやつですね。両具生物を500回入手するっていう勲章なんですけど、場所が最後から3つ目なので、ここですかね。ここに入る勲章かなとは思うんですが、あ、ここじゃないな。ここだね。勲章の取得率が 68% なので、まあ、最後の一つね、戦闘資料の飾り絵馬ってやつですかね。大型モンスターを戦闘資料ってやつはさすがにまだまだ先なので、それ以外は、まあ、できないことはないので、片っ端からやっていこうかなってことで、今回できそうなので、両具生物の大絵皿やっていこうと思います。で、やり方なんですが、訓練クエストでさっき確認してきたんですけど、まあ、途中で抜けてきたんで、クリアにはなってないんですけど、この訓練クエストで、蒼竜についておさらいしようっていうクエストを受けてください。はい。行きましょう。そしてクエストが始まるんですけども、宇津市教官にですね、準備が整ったら来てくれって言われるんですけども、行きません。はい。宇津市教官に話しかけようって出るんですけども、話しかけません。教官からしたらね、何やってんだあいつっていう話になってしまうんですが、ね、話しかけません。そして、ここにね、ちょこんと、クグツチグモ、言いにくいんですけども、クグツチグモがいるんで、両具生物ね、5匹までゲットできるんで、4、5。で、アイテムスライダーでクグツチグモセットしてもらったら、こんな感じで、放出して、使用して、出てもらってまた取るって感じで、はい。この訓練クエストでは、両具生物で、まあ、この土蜘蛛が永遠に取れるんで、5匹取ったら放出するって感じで、これでどんどん入手個数を増やしていく感じですね。500回入手すればいいので、これを100セットか。意外と長いかもしんないけどね。これを100セット繰り返したら、勲章が手に入るってことで。いやー、これはなかなかね、わざわざ訓練クエスト行ってここに土蜘蛛がいるって分かってさ、しかも永遠取れるなんてなかなか知らないよね。来るんだってね、ずっと宇津市教官言ってくれるんですけども、行きません。はい。永遠行きません。で、一応、クエストから帰還をしたら、カウントされるのかな?どうなんだろうね。一応クエストクリアした方がいいかもしんないですね。そこら辺まではさすがに書いてなかったんですけども、ブログには。まあ、そんな難しいクエストでもないと思うので、クリアしたらいいかなと思いますね。結構気が遠くなるかもしんないし、あと自分がさ、今まで何匹捕まえたかなんてわかんないじゃん、ぶっちゃけ。5匹捕まえて5回放すっていうのを20セットやったら、100匹捕まえている計算になるので、まあ、それを1セットとして5回やったらね、まあ、500匹なんで、まあ、0匹の方は、始めたてでこのね、勲章を取るってのは、なかなかないと思うんで、今まで何匹取ってるんだろうね。そんなに取ってないと思うんだよね。100匹もいってないんじゃないかなと思うから、まあ、適当にカウントしながらやっていきましょうか。はい、では、とりあえず200回終わったので、帰ってきたんですが、まだゲットできてないですね。まだゲットできてないので、確かに俺ね、両具生物全然使ってないですよ。驚くべきほど使ってないので、もしかしたら、それ500回ぐらいやんないと、てかもしかしたらね、50回も使ってないかもしんないですよね。まあ、なので、引き続き気合入れてやっていこうかなと思うんですが、一回クリアしてみたんですけど、結構簡単だったので、サクッとクリアできると思うんで、まあ、100回ずつやってった方が、いいかもしんないですね。結構、両具生物使う方は。まあ、使わない方は、一回400回やって、その後、一回帰ってきてもいいかもしんないですね。ただ、もう一回やっていこうかなと思うんですけど、自分全然両具生物使ってないので、あと残り300回、やっちゃいたいなと思います。はい。多分ね、100回も使ってないと思うんだ。一つ気づいたのが、こんな感じで、取るじゃないですか。1、2、3、だって使い切ったら次取る際にこのまま A ボタンで取ってしまうとですね、スライダーがどんどん左に行ってしまうんですよね、アイテムので。5匹取ったらもう1回スライダーを右に、一番右にしないとやりにくいんですよ。というのもこの状態使うともう1回ね、右に寄せないとなしになっちゃうんで、連続で Y を押しても使えないんですよ。なので1回終わったらスライダーを
一回右に押してあげるとリセットになるので、スライダーをリセットしてあげてから土蜘蛛取るとやりやすいですね。リセットしてると一回左にやったらずっと Y で大丈夫なので使えますんで、はい、いい感じですね。よっしゃい、終わったはずですね。クグツジグマ両具生物500回ゲットの勲章もらえるはず。終わった、めっちゃ時間かかったわ。これ一応残り時間があってあと25分なんで、ちょうど25分ぐらいかかってますね。いやー、めっちゃ時間かかりましたな。で、途中から連射コンの連射機能使ってやってたんですけども、まあ割とね、連打しなくてよかったんで、その機能使ったら。楽っちゃ楽だったんですけど、ターボのね、タイミングとか、誤操作とかしちゃうと、まあ勝手にね、こう、カタ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 カって動いちゃったりとか、まあアイテム使っちゃったりとかしたんで、まあめんどくさがりやる方には連射コンいいかもしんないですね。500回カウントされてるか、確認しに帰りましょうか。じゃあクエストクリアしてきまーす。まあ、期間でもいいかわかんないからね。安全にカウントされてほしいんで、クエストクリアしちゃいましょう。よっしゃー、いやー、終わったかー。地味に長かったからね、ゲットいたしました、勲章。いやー、訓練クエストで勲章ゲットするとはね、思っても見なかったけど。はい、ということで、終わりましたなー。いや、まさかの訓練クエストでね、勲章ゲットするという、今回びっくりよな。両具生物の応援皿ねゲットしましたんで、勲章取得率 71% ちょっと上がったね。はい、ではご視聴ありがとうございました。まだね、両具生物の応援皿ゲットしていない方はぜひ、このやり方非常にかなり早いと思いますので、お試しあれ。お疲れ、ありがとうな。